こんにちは、こんばんは。ヘロンの数学チャンネルです。最近いろいろありまして、動画投稿を滞っててごめんなさい。今日はちょっとリハビリがてら、知っておいて損はない、そういう話をします。今日話すのは数学における関数とプログラミングにおける関数の違いについてです。この2つは似てるけど結構違うんですね。まず数学における関数というのはこんな感じに2つの集合を対応づけるもの。正確に言えば集合 A のすべての要素に対して集合 H の要素をただ1つ決める、そのような対応関係を、写像とか関数と言うんですね。他にも例を挙げれば、fx イコール x 2乗みたいな関数もありますね。さてプログラミングにおいてはどうでしょうか。例えば JavaScript なら、こんな感じで関数を定義できますね。これを、収入をもとに税金を計算する関数としましょう。税率はまあ皆さんご存知の通りだいたい 50% ぐらいですね。五公五民とはよく言ったもんですね。江戸時代封建社会から変わんない由緒ある税率ですね。まあそれは置いといて、こんな感じで JavaScript でも数学と同じような関数を定義できます。これを数学の記号で書き直せば、fx イコール2分の x みたいな感じですからね。ただ実はプログラミングにおいては余計なこともできてしまいます。数学の関数ではできない余計なことができちゃいます。例えば、税金を計算するたびに賄賂を徴収するという悪い関数もできます。つまりこの関数を計算するたびにどっかの悪たれの財布が超える、まあ要は変数が変わってしまうわけです。数学の関数ではまあそんなことはありえませんよね。例えばこのような関数において計算結果が0になってしまう、XYZ の組み合わせを見つけてしまったとしましょう。その時フェルマーの亡霊がブワッと現れて口止め料を押し付けてくるようなことは決してありませんよね。まあちょっとよくわかんない例えになっちゃいましたけど、プログラミングにおける関数は計算もしくは実行した時に何が起こるか全く予想できないということです。これには歴史的な理由があります。というわけでプログラミング言語の歴史を振り返っていきましょう。さて昔のコンピューターでは CPU が直接理解できる言語、それをマシン語とか機械語と言うんですけど、そのマシン語を、テンキーとかスイッチとかを使ってメモリーに入力していって、で実行ボタンを押すと上から順に、このマシン語のプログラムが実行されていきました。ただ上から順番にしか実行できないとなるとくっそ不便なので、サブルーチンという機能がありました。これを使うとメモリの中の別のプログラムを実行して、で元の場所に戻ってくるというゲートができます。でプログラミングにおける関数というのはこのサブルーチンの応用なんですね。ここに例として、二次方程式の解、次数解の個数を計算するプログラムを用意しました。ただし、マシン語のままだとさすがに説明しづらいので、まあ、ちょっと人間にわかりやすい形で書いてます。このプログラムを実行すると、まず変数 ABC がこの数値になって、そんでこのサブルーチンに、飛びます。そんで次数解の個数を計算して、で変数 S にぶち込みますと。そんで元いた場所に戻って、でさっき計算した S を画面に表示します。こんな感じでサブルーチンを応用するとあたかも関数のように扱えるわけですね。ただサブルーチンの中にいようが外にいようができることは全く同じなので、冒頭の賄賂の例みたいに関数の範疇を超えた余計なこともできてしまうわけです。さてもっと掘り下げて話したいところもあるんですが、今回は動画投稿のリハビリということで、短尺で失礼します。いつもコメント高評価などありがとうございます。全部に返信とかはちょっと厳しいんですけども、基本的に全部読ませていただいてます。励みになります。というわけで次の動画でお会いしましょう。では。